はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の荒川修一です。これより記述基礎力ボトムアップ講座、不動産登記法第1回の講義開始してまいります。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでこの今回からスタートします記述基礎力ボトムアップ講座ということで、今回不動産登記法全6回で、皆さんと一緒に進めていきますということで、今回がその第1回目初回になります。よろしくお願いいたします。はい、ということで、コンセプトとしては、記述式をの問題を解くために必要な知識を改めて確認していきましょうということで、こう6回の結構コンパクトな講座構成にしてあるということです。ですので、いわゆる網羅的に全ての論点を見ていくというような形ですと、当然時間の方も足りなくなってしまいますので、皆さんに提供していくのは今からコンセプトということで、画面の方でも確認していただきますけれども、その記述の問題を解くために必要で、かつその必要な知識といっても、究極的に言えば、皆さんが択一で今まで学習してきたような、1年間かけて、学ぶような講座の不動産登記法の知識が、最終的には全部あった方がいいに、越したことあった方がいいに決まってはいるわけなんですけれども、その中でこう点数をちょっと考えながら、ある程度しっかり、いつでも、安定した点数が取れていくためにはどんな知識は、しっかり押さえておかなければいけないよということで、少しこう知識の中でも濃淡をつけるような形で、よりこう重要な基礎的な、これを外すとなかなか点数にこう直結していかない、点数がなかなか取れないだろうなという知識をこう厳選して皆さんと確認をしていく形、これを考えています。ですので、お手元に、テキストをおそらく2冊いっていると思うんですけれども、メイン教材として、テキストとなっているものを使っていきます。あとは、おそらく事例集というような形で、提供されている冊子があると思います。両方見ると結構なボリュームになってしまうわけなんですけれども、スタイルとしてはテキストの方を見ながら事例集というのが、いわゆる皆さんが討論なんかで解く問題の、ある論点だけを切り出してきたようなコンパクトな、問題と、答えというような形で構成されているので、使い方としては目で見て、テキストで学んでいただいた知識が実際に記述式の問題等々だとどういう形で出題されているのかという、その事例を確認するためのものとしてご用意をしています。ですので、テキスト本編もそうですし、あとは、この事例集もそうですが、全部、上から下まで隅から隅まで見るという形よりは、その中でポイントとなる場所を指摘していくような形で進めていきますので、逆に言うとそのポイントとして指摆したところはがっちり押さえていただきたいですし、例えば講義内でも読んどいていただければ十分です、目を通していただければ十分ですというところに関しては、ある意味割り切って、そこはじゃあ一旦は、さーっと読んでおいて、なんとなく理解しておけば、あとはまた必要になった時に確認すればいいんだぐらいの、気持ちでいていただいて結構ですので、少しこうメリハリをつけた形で、知識を皆さんと確認していくことを考えてますので、テキスト隅から隅まで全部見るわけではないよということは、最初に申し、伝えておきたいと思います。またこれも講義の中でも、同じような話、ここだけは、意地でもしっかり抑えましょうであるとか、そういったお話は随時していくことになるかと思いますので、その指示も聞き漏らさないようにしていただければと思います。はい、そうしましたら、この不動産登記法、今回が第1回目ということで、まずは、皆さんと私でこうコンセプトの共有をしていきたいと思います。つまり、荒川がどういう形で皆さんにどんな趣旨で、情報を伝えていくテキストのご説明をしていっているのかということを、皆さんが、お分かりでないと、なかなか同じ方向を向いて、学習しないと効率の良い学習ができないというふうに、考えてますので、まずは、1回目ちょっとお時間、しっかり何十分か取っていくことになりますけれども、じゃあどういうコンセプトで皆さんと、
これから記述式の不動産登記法の学習をしていこうとしているのかということをね、確認していきたいと思います。それでは画面上少しこうパワーポイントを使ってご説明をしていきますので、必要そうだなと思うところはメモを取るなりしていただいたりすればいいかなと思いますけれども、まずはなんとなくね、こうどういうことを考えているんだということを把握していただければと思います。はい、ということで今からお話しするのは、記述式対策の方向性でちょっと大きなね、大きな視点で見たお話を少しさせていただこうと思います。はい、ということで、記述式対策どんな要素があるのかなということで私が考えているのは、言ってしまえば制限時間内に、安定して基準点を超える状態、これを作り出すのが皆さんに対しての私の役目だというふうに考えています。なのでまずは目標としているところが制限時間内に安定して基準点を超える、この3つのキーワードをまず想定しているということです。じゃあもう少し細かく分解していきますけれども、では具体的にまずじゃあ制限時間内って言うけれども制限時間ってどのくらいなんだということを見ていきたいと思いますけれども、制限時間、言ってしまえば午後の、時間180分以内に択一35問そして記述式2問を回答しなければいけないんだと、これが制限時間ですよね。はい、ということで、まずは皆さんが最終的には本試験で記述式の問題をしっかりある程度のレベルまで解いていくことを目標にしているわけですので、そうするとまずどうしてもこのどんなに、時間を多く記述に振り分けたとしてもやはり180分3時間という枠内で解かなければいけない、それもさらに記述式だけできればいいというわけではありませんので、択一35問を解きかつ記述式2問を解きというのを180分以内になんとか収める必要があるんだと、改めてまずこのね時間制限時間の確認をしておきたいということでした。もっと言うとじゃあ記述式1問にはどのくらいかけられるのかという話が出てくるんですが、頑張っても60分が限界だろうなと思います。45分から60分ぐらいしか1問には使えないというお話が出てくるんだと、こういうことになっていきます。そうですよね、考えてみると択一35問あります。この択一35問を仮に1問2分で解いたとすると70分、そうすると残り時間は見直しの時間とか全部考えないで使っていったとしても残りはもう110分しかないわけです。ということはその110分を、記述式2問分に等分で割ると55分ということですから、実際にはこの60分取った場合には両方で120分使ってしまいますから、逆に言うと記述式で60分ずつ使うということは択一35問も60分で解かなければいけないわけですから、1問2分かけていられない状況というのが生まれてきます。ですから、だいたい50分前後を目安にしておいていただくといいのかなと思いますし、あとはこれ皆さんが実際に演習をしていきながら時間を微調整していかなければいけないというふうに最終的には考えています。つまり例えば択一もちゃんと点を取らなければいけないわけですから、択一を例えば、さっきの70分設定にしましょうか。1問2分70分、そして、記述式を55分ずつ、使うよと、これが180分全体の、時間の使い方だというふうに考えるならば、そうやってやってみるわけですよね。そうすると、いや実際択一35問を70分で解こうとするとミスが多くなってしまうということであれば、択一にもうちょっと時間をかけなければいけない。そうするとじゃあその分記述の時間を削らなければいけない。また一方で記述式60分かけたらうまくいくんだけど、これを50分でやってしまうとどうしてもミスが多い、判断する時間が足りないという方であれば、やっぱり記述式に60分振り分けられるように択一の時間を削らなければいけないと、こういう
まあ、ジレンマですよね、まあ、あちらを立てればこちらが立たずというような形、出てきてしまうということですから、このあたりは最終的にはバランスです。ですからこれは皆さんご自身がやっぱり最終的には時間を調整していかなければいけないので、ね、どうしても180分という枠は外せませんから、そうなってくるとじゃあ択一をより早く解くためにはどういうことを抑えておかなければいけないのかっていうふうに考えたり、あるいは記述式をもっと早い時間で解くためには、まあ、暗記しておかなければいけない項目がもっとあるなであるとか、そういった形で最終的には時間内にというキーワードがありますので、これに収めていくために皆さんはじゃあ何を知識として抑えなければいけないか、どういう解き方をスキルとして身につけなければいけないかと、こういう考え方に立っていくわけですよね。あくまでこの制限時間に合わせるということを、頭の、片隅というかど真ん中に置いておかないといけないということです。じゃあもう少しお話をさせていただきますが、じゃあこの60分というお話が出ました。じゃあ次ですね、じゃあ次、まあ、じゃあ時間としては分かったと、だいたい50分前後で解かなければいけないんだなということです。ただ次にそうすると安定してというお話が出てくるわけです。まずちょっと見てみますけれども、まあ、安定するってどういうこと、なすべき登記を正確に判断していくことっていうのが安定しているということなんですが、まあ、何を皆さんにお伝えしたいかというと、まあ、これ記述式解いていて、あの点数がすごくよく取れる時もあるんですと。ただダメな時、うまくいかない時は、まあ、限りなく、まあ、一桁点だったり、してしまう。つまりこうばらつきが、点数にこうばらつきがあるんですというふうに、おっしゃる方々が、まあ、一定数いるわけなんですけれども、それだと、本試験は年に1回しかありません。そのタイミングで、まあ、不動産登記法の記述式、そして商業登記法の記述式、これを両方合わせてある一定の点数を取っていかなければいけないわけですから、まあ、その一回きりの勝負なんですよね。でそこで、まあ、調子がいい時悪い時、この悪い時の方が当たってしまうと、まあ、せっかく択一なんかが点数が取れていたのに、まあ、あの記述式の方でちょっとまあ足を引っ張ったというような形になってしまうという方がやっぱりいらっしゃるので、そうするとこのばらつきをなくしたいんですよね。平均的にある一定レベルの点数が取れるようにしておきたいというのが目標になってくるというふうに考えているんですが、そのためにはキーワードとしてなすべき登記っていうのが正確に判断できていないと、なかなかその安定して点数が取れるという状態にはならないかなということを考えています。まあ、もう少しじゃあこのなすべき登記って何ですかということで具体的に見ていくと、不動産登記法であればこういうキーワードです。どの雛形を使ってどういう順番で何件申請するんですかと、この判断ができるかできている状態がなすべき登記をしっかり読み取れている状態だというふうに私は定義しています。まあ、つまり何を言いたいかということなんですけれども、例えば皆さんのお使いになるキーワードをお借りするならば、まあ枠ずれというような言葉を使われるケースがある。まあ、つまり不動産登記法だったらこう第何欄の何件目というような形でもともと申請情報を書く欄が回答用紙に用意されていて、まあ、これが申請する順番ですよね。この申請する順番がどの順番で何件、ここがずれてしまうと、それから後ろ、ね、それ以降の回答も点がつかないケースが多くなるということでしょうから、まあ、例えば、住所変更登記いるいらないの判断を間違えてしまって、そこで住所変更登記がいるのにいらないと思って書いてしまったら、ね、その後全部、内容としては合っているけれども、書いていく答えとして書いていく欄がずれているので、つまり枠がずれているので点数につながらないなんていうケース、
これ皆さんの中で、私ももちろん、経験、たくさんありますけれども、皆さんの中でも経験、必ず1回は、こういった経験があるかと思うんですが、なのでそれをまずなくしたいということです。つまり最終的にはひな型に沿って、正しい答えを、書いていかなければいけないんだけれども、その前提としてどの順番で何の時、例えば、さっきの事例で言うと住所変更登記をしてから所有権移転登記をするのか、いきなり所有権移転登記でいいという判断になるのか、まずその大きい判断ができてこそ、じゃあその具体的な住所変更登記どう書くの、つまりひな型の話になっていくんでしょということを言っています。まあ、ですから大きく分けて、このどのひな型を使ってどの順番で何件申請するのか、ここが外れなければある程度点数は取れるというふうに、逆に言うと考えているわけです。ですので皆さんもまずこう安定して点数を取っていくために、大きい花ひな型の細かい書き方はちょっと後回しでも構いません。それより手前でこういう事例が出てきたら、どんな、登記を何件どういう順番で申請すればいいんだろうかって、そういう大きくお話を捉えるところを、トレーニングしていただきたいということになります。これが、まあ、この講義でずっと皆さんにお伝えしていこうというふうに私が考えている内容です。はい、ということで、まあ、このどのひな型を使ってどの順番で何件申請するのかというのをよく意識しながら進めていただきたいということになります。もうちょっといきますね。はい、じゃあ最後、基準点を超えるとはというふうに書いておきました。こちら、まあ、皆さんのまず目標として捉えていただきたいのは、当然記述式であっても1点でも多く余計に取って合格点、クリアしていくというのは、まあまあ気持ちとしてはあるんですけれども、やっぱり記述式択一に比べると、どうしてもこう論点の予測ね、もしにくいですし、いろんな形式で出てくることも考えられますから、イメージ的にはこう攻めと守りという言い方をするのであれば、攻めていくという感じよりも守っていく、つまりある一定の点数、つまりどんなに、まあ自分にとって相性が良くないような論点が出たとしても、基準点は超えるぐらいの状況で安定して制限時間内に問題が解ける状態をまず作り上げていきたいというふうに考えているわけです。まあ、結局のところ、まあ、基準点をしっかり超える状況を作る、ね、まあ、ちょっと皆さんの目指す目標としては低めに感じるかもしれませんけれども、まあ、つまり、あと、ね、点数が取れてしまうのは、それは全然、まあ、いいことで、それはまあ何て言うんでしょう、プラスアルファだというふうに考えていただいて、ある意味記述式のハードルを少し下げていただきたい、まあ、つまり、択一のようにこうパーフェクトを目指していくようなイメージではなくて、まあ、そんなにすごいいい点は取れないかもしれないけれども、こう底辺を上げるというイメージですかね。最低でも基準点は、まあ、超えてくるよと。それで自分にとって相性がいい問題であれば、当然点数の上積みがされますよというイメージ、これを持っていただきたいということです。まあ、だからこそ、今回、講座のタイトルにボトムアップ、つまり底上げをしたいというふうに、タイトリングしているわけなんですけれども、まあ、実際には基準点超えをしっかりできるレベルを、いつでもキープしましょうというのが、この講座を、聞いていただいて、講義を聞いていただいて、皆さんに身につけていただきたい実力のレベルということになります。はい、ということで、じゃあ具体的に基準点ってどのくらいなんだっけということで、少し確認をしてみたいと思うんですが、見えている、ね、対象者、まあ、これ基準点ってじゃあ何なのっていうと、まあ、もう言ってしまうと、記述を採点された方の平均点ぐらいが基準点だという話になっていきます、ね、なので、平均点を上回ればいいんだ、じゃあ平均点ってどれぐらいだったのかということで見ていきますと、まあ、こちら、まあ、過去5年ですよね、現在分かっている状況の過去5年のデータをちょっと持ってきたんですけれども、まあ、基準点、いわゆる皆さんがクリアしなければいけない点数というのも、これ70点満点ですからね、ちょっと直近の平成28年が低めなんですけれども、まあ、大体半分
70点の半分が35点ですから、まずその目で見るとまあまあそんなに 80% も 90% も取らなければいけないわけではない。直近の平成28年に関して言うと、ちょっとまだ29年のデータがありませんので、28年で言うと、まあ、平均点が、まあ、得点率というところの 50% を割り込んでいる、40何%だなんていう話もある。そして比べていただくと、基準点と平均点の差って1点もない、0.5 点ぐらいしかないっていうのをこう左と右の数字を見比べていただくと、まあ、大体 0.5 点ぐらいのイメージで過去5年データが出ているということです。まあ、つまり、まあ、あんまり、基準点って高くないですし、じゃあ基準点どのぐらいのレベルに設定されているのかというと、まあまあ午前中の択一をクリアして、基準点クリアして、午後の択一を基準点クリアすると記述式の採点に回るということなんですけれども、まあ、その記述式の採点をされた人たちの中の平均点、まあまあ言ってしまえば半分ですよね、平均点をクリアすれば、平均点をクリアすればもう基準点超えしているのとほぼ同じ、まああと1点ぐらい取ればいいというスタイルになります。まあ、なのでそんなにハードルは高くないんだというふうに認識していただいて、まあ、本番レベルで言えば、本試験レベルで言えば70点満点で40点ぐらい取っておけばいいんだっていう気持ちになっていただきたいなと思うんです。まあ、つまり結果としては 45% から 55%、 まあまあいいところ、5割今日6割 60% 点数取れれば基準点超えるんだっていうふうに考えていただきたい。ですからもっと言うと、どんな問題が出てきても、まあ、本試験の場だったという設定ですけれども、だと6割取れればいい知識とやり方を身につけておけばいいんです。つまり安定して6割超える、そして制限時間もマックス60分、まあ、言葉を置き換えていくならば60分かけて安定して6割取れるような知識を身につける、やり方を身につけるというのが皆さんの記述式対策の方向性だというお話になります。ですから逆に言うと4割は間違えてもいい、ただその間違いにも間違い方があって、これが、まあ、いわゆるさっき安定してというところで見ていただいた通り、枠ずれなんかをしていない形で、例えばちょっと文言がずれている、あるいは添付情報の書き漏らしがあるなんていう状態であれば、比較的安定してこのいつもこの 60% 近くの点数が取れてくるということなんでしょうけれども、ここでやっぱり枠ずれなんかを起こしてしまうことが多いというお話であると、やっぱりこの安定してというところがなかなか実現しないということになっていくんだという話です。まあ、ちなみにですけれども、本番だとこんなもんなんですけれど、じゃあ皆さんは本番は年に1回しか受けられません、本試験は年に1回しか受けられませんので、当連模試で考えるならば、つまり皆さんが、日常的に目指しておきたい方向性というのはもうちょっとだけ上がります。目標設定、当連だったり模試でしか皆さんの状況を測れませんので、もしこの当連模試だったらどのくらい目指せばいいのっていう話ですと、やっぱりもうちょっと上げておくべき、まあ 65% から 75% というお話をしました。ですからまあそうですね、 75% 取っていくということですと、まあ、70点満点で 80% 取ろうとすると56点、合計してね56点なんですが、それよりちょっと下がる52、3点ぐらいのイメージ、これがまあいつも取れていれば、まあ、かなり実力としてはあるなというふうに思いますし、まあ、やっぱりどんな方でも練習の場、いわゆるこの当連模試よりも本試験の方が点数が若干落ちる方の方が圧倒的に多いと思いますから、まあ、ちょっと戻ってみると、この 65% から 75% ぐらいを目指しておくと、戻りますけれども、本番で、まあ、それよりまあ2割ぐらい力が、ね、2割ぐらい取れなかったとしても、本番のレベルをクリアできるかなということを考えてますので、結果としては、
そんなに高い点数が出ていないから、最終的に本試験では45%から55%、まあもう6割取れてれば御の字だという線なんですけれども、じゃあ6割取る勉強だけだと若干ちょっと不安があるので、もう少し上積みをする形で目指す方向性としては、まあ70%ぐらい、7割ぐらいはいつも取れてるような状態を作り出しましょうというのが、皆さんに対する、まあ私のご提案というか、この講義を進めていく趣旨です。なので、どんな模試答練でも70%ぐらいの点数を取るためには、何をしておかなければいけないか、どんな知識を抑えておかなければいけないかということを、これからご説明していくんだと、こういうふうにまずね、捉えていただいて、私がお伝えしようとしていること、そして皆さんがこれから身につけようとしていることをこう一致させていきたいということになります。はい、じゃあ、あともう少し、第1回目ですのでね、説明しておくとしますと、あとは、記述式問題の検討手順ということで、先ほどちょっと触れたところでもあるんですけれども、少しイメージをしていただきたいということで、何を言おうとしているかというと、ひな型との関係です。実際は問題文を見たら、まず事実関係をしっかり把握して、その次に具体的判断、手続き的判断、その事実関係が、例えば登記できるのかできないのかとかね、そういう判断をして、じゃあ登記できます。先ほどの話で言うと、どんなひな型を使って何件どの順番で登記申請すればいいかをまず判断した後に、初めてじゃあひな型に具体的にね、登場人物なり権利を当てはめていって、回答を作ると、こういう順番で記述式というのは検討されていくことになりますので、皆さん、パンフレット等にも書いてありますけれども、勘違いしていただきたくないのは、ひな型だけ覚えていれば、ひな型しっかり覚えていれば点数取れるというふうに考えてしまうと、ひな型の土台の部分がしっかりしていなければ、いくらひな型を正確に覚えていても、使いどころを間違ってしまったら点数につながらないということになってしまいます。ということで、まずこの下から順番、事実関係の把握が最も大事だし、しっかり事実関係を把握するからこそ正しい判断ができ、正しい判断ができるから、ひな型を正確に当てはめることができて、答えがでちゃんと、点数の取れる答えが作り上げられるというふうに考えていただきたいです。で、その中で、不動産登記法の問題を解くためには、どのあたりが一番鍵になるかなという話ですと、この手続き的判断というところがやっぱりポイントになってくるかなということがありますので、一番重視すべきというか、皆さんの頭を悩ましてくるのは、おそらくこの手続き的な判断の部分だと思います。具体的にはテキストを見ながら、個別に確認をしていくことになります。はい、ということで、点数を取っていくイメージなんですけれども、この円柱、この30、この円柱が全て満たされれば35点満点になるという考え方だとすると、下から徐々にこう埋めていって、ある一定のレベルまで届かせましょう。つまり隙間なく、きっちりきっちり全部100%ずつ下から順番に埋めていきましょうという考え方だと、ちょっと息切れをしてしまう可能性がありますので、皆さんに対するご提案としては、まず真ん中に1本芯を通すというかね、ぶっとい骨、枠組みを通していただいて、つまりこれが、さっき言っていたなすべき登記、どんな登記を何件どの順番で申請すればいいんだねという大きい方向性を決めて、あとはそこに正しい目的だったり、原因だったり、添付情報を書き加えていって、少しずつこの中心、円柱の中心から少しずつ範囲を広げていって、結果的に、例えば本試験で言うならば6割ぐらい取れればいいんだなという考え方は、こちらに行ってほしいわけです。はい、ということで、この辺りまでだいたい30分弱ぐらい使って、記述式
ね、皆さんに対してこうご提供していきたいと私が考えている記述式の方向性についてお話をさせていただきました。まあ、なのでね、この考え方、常に持っておいてください。そうやって皆さんがいわゆるこの最後の、図でいうとこのぶっとい芯、ここは外せない、つまり方向性を定める一番大事なところ、大枠をしっかり判断できるようになることがまず大事で、まあ、このボトムアップ講座ではこの今見ている真ん中中心を走っている、まあ、ぶっとい軸ですよね、骨組みだったり軸、ここを、正確に捉えるためにはどんな知識を持っていなければいけないかということを確認していきたいんだということになります。はい、ですので、まあ、今のコンセプトを少し、まあ、少しというか頭に入れておいていただいて、まあ、もし何かでちょっと方向性ずれそうだな、ずれてきたなっていうことになったら、またこのね、ぶっとい骨組みを通す勉強を、まあ、この講座ではやるんだというふうに、立ち戻っていただきつつ、お話を聞いて皆さんの知識を整理していっていただきたいなと思います。まあ、ですので、はい、この後具体的な内容を、ね、確認していきます。テキストの内容に沿って進めていくことになりますけれども、まあ、基本的には皆さんが、今までどこかで聞いたことがあるような知識ばかりが目の前に出てくることになると思います。まあ、ですけれども、あくまで確認ですよね。確認して、じゃあ今までいろいろな形で知識を身につけてきたけれども、じゃあこの中心になるべき知識って何なんだろうということでの、まあ、皆さんの持っている知識を再確認して、もう一回、ね、中心にあるものなんだっていう認識を、高めていただいて、もう一回そこについて、学習し直すというか確認し直す、ね、その作業を、ひたすら続けていくんだというふうに考えていただければ結構です。はい、そうしましたら、テキスト本編改めてになりますけれども、じゃあここからがね、まあ、今までのがウォーミングアップだとすると、ここからが本番ということで、テキストの内容を順番に頭の方から確認をしていこうと思います。まあ、基本的にはテキスト上から順番にこうなぞっていくような形で説明を加えていきますけれども、まあ、随時、事例集の方を確認したりするということで内容をね深めていきたいと思います。まあ、今回は第1回目ですので、ちょっとまず画面映しておきますけれども、方向性としては、まあ、1ページ目ですよね。第一編総論ということで、まあ、記述式問題に対してどのようにアプローチしていけばいいのか、そしてその記述式問題を解く上で、まあ、例えばね、どんなところを知っていなければいけないのかということでね、今回第1回は主にこの考え方の整理、皆さんの頭の中をまず記述式ってこうなんだよっていう形で、まあ頭の中をすっきりさせていただくようなイメージで捉えています。ですので、先ほどまでパワーポイントで見ていただいていたイメージのお話をもうちょっと具体的にブレイクダウンしていくと、どういう形になっているのという説明になっていくんだというふうに考えていただければ結構です。はい、じゃあね、テキスト1ページ目のところから読んでいきますけれども、はい、ということで、まず記述式問題の概要ということで、まあ、大きく分けると、さっきピラミッドのようなもので見ていただいていたもののね、焼き直しになるんですけれども、問題文、事実関係だったり別紙だったり、ね、別紙の中で、登記記録が出てきたり契約書が出てくる中から、まず事実関係をしっかり把握して、その後なすべき登記を決めて回答を書いていくと、このような3段階でお話が進んでいくんだということで、こちら今までパワーポイントで目で見ていただいていた内容の改めての確認が1ページ目に入っておるというふうにまず捉えていただければいいです。このね、順番大きく分けて、まず事実関係の整理をしないことには話が始まらない。その上での、なすべき登記の決定、どう、ここで知識を使って、ひな型を使って最終的な答えを作っていく、このステップをちゃんと踏んでいくということを、いつも意識をしていただきたいわけです。まあ、何を言おうとしているかというと、どうしてもこの時間の話もしましたけれども、まあ、もうこれは受験生全員にとってです。時間が足りてるか足りてないかと言われれば、午後の3時間はまず時間は足りません。
時間は足りないわけですから、まあ、何かどこかでこう焦っている気持ちというのは皆さん全員これ浮かれている人だって持っているというふうにまず考えてください。つまり皆さん一人一人あなた自身だけが時間が足りなくて困っているわけじゃなくて、全員時間が足りなくて困っている。その中でなんとか180分以内に、こうやりくりして押し込めて、なんとかある一定の結果を出しているというのが、これ全員受かる人もみんなそうやってやってるというふうに考えていただいた方がいいです。でそうなると時間がないからついついこうはしょってしまって、まあいいやなんとなくこんな感じというふうにやってしまう。つまりこの3つのステップをしっかり踏まずに、答えてを作ってしまう。時間がね足りないことばかりに気を取られて、この3つのステップをしっかり、1個ずつクリアしていってない状態の時に点数が崩れることが多いんだというふうに今考えていただければいいかなと思います。今までねこうある意味こう時間のこととかも考えず、解き方の順番なんかもあまり意識せず、とにかく1分でも早く1点でも多くって皆さん必死で、やってきた、ねトライしてきている状況だったとは思いますけれども、改めてこの順番をしっかり踏んで、手順をしっかり踏んで答えてあげるからいつも安定して同じような成績が出せるんだということで、少しこう皆さんのね、問題、試験問題に対するアプローチをこう見えるような形で手順化しちゃってほしいなというのがあります。で次2ページ目いきますけれども、まあ、2ページ目じゃあ具体的にどうなのというお話挙げておきましたけれども、はいこちら読んでいきますね。記述式問題の解法手順ということで、まあ、記述式問題の解答を作成する行為っていうのは、問題文の中の別紙だったり事実関係をしっかり読み取っていった中で、その読み取った事実を、まあ、以下の手順で整理して判断していく作業であるということで、まずはどんな事実関係があったのか、ポイントとしては物件変動につながる事実を抽出する。そしてその物件変動につながる事実を抽出できたら、それに対してまず事実関係は成立してるんですかという判断、実体的な判断をしていくということです。先ほど見ていただいたピラミッドですよね。まあ、つまり、まあ、例えば、まあ、売買契約をしていた、不動産の売買契約をしていたとすると、まあ、その不動産の売買契約をしてるなというのが物件変動につながる事実を抽出したという話になりますし、じゃあその後で事実関係は成立しているのか、まあ、つまり売買契約がちゃんと要件を満たして成立しているのかというのを判断する必要がある。そしてこの判断をすると、あ、売買契約は成立しているんだ。そしたらその売買契約をどうやって登記すればいいのか、所有権移転でいきなり進めていいのか、例えばそれがね不動産が持ち分だったら、ね、所有権一部移転、あるいは誰々持ち分全部移転なんていう形になっていきます。ここで初めて何の登記申請をどの順番で何件申請するのか、どんな雛形を使うのかという判断がされる。そして最終的に事実関係が成立していることも確認しました。どの順番で何件申請すればいいか、何の雛形を使えばいいか判断できました。そしたらあとはその雛形に事実関係の情報を当てはめて答えを書くという、こういうステップでお話は進んでいく、回答は進んでいくということになりますので、一番下上記を踏まえて単に結論としての申請情報の様式、つまり雛形だけを記憶していると、雛形の出てくるところってこの一番最後ですからね。一番最後に確かに雛形は重要ではあるけれども、雛形を知ってればいいのか。で、雛形知ってるだけだったら、例えば事実関係読み取りがうまくいってなかったらその雛形使えませんし、雛形知ってても事実関係が成立しているかどうか、例えばさっきの事例で言えば売買契約がちゃんと成立しているかどうか読み取れていなければ、その正確に覚えている雛形の使いどころがありませんし、かつ成立した事実関係をどのように登記すればいいか、ね、何の雛形使えばいいかの判断が間違ってしまったら、いくら雛形そのものの知識があっても使いどころがないということになってしまいます。まあ、ですので決して雛形の暗記なり雛形を覚える作業を軽視しているわけではないんです。
ただひな型だけ覚えてればもう点取れるよっていうふうに考えてしまうのは若干ちょっと方向性が違うかなという話をしてます。つまりこう車の両輪だというふうに考えていただければいいです。片や最終的にはひな型に沿って正確に答えを書かなければ点数はつかないわけですから、ひな型の知識は確かに重要です。でもそのひな型の知識、正しいひな型の知識を使うためにもっと手前で判断しなければいけない情報がありますよ。つまりこの括弧1番括弧2番が成り立って初めて括弧3番正しい答え、ひな型を正確に使うことができるので、この知識は両方ともしっかり皆さんは、持ってなければいけませんし、どちらかというと、ひな型の方ばっかり頭がいってしまって、その知識を正確にこう判断、事実関係を正確に判断するところの、具体的な、訓練、トレーニングが若干欠けているかなというふうに私は思っていますので、なので、あえてひな型だけじゃダメですよという言い方をしています。ひな型を覚える作業も必要ですから、それはこの解き方だったり事実関係に対するアプローチ方法を学んでいくのとこう並行して力をつけていっていただきたいなと思ってます。つまりひな型だけだとちょっとまだ足りないところがあるんですよと、こういう認識を持っていただければいいんだということでね、趣旨の方ね、掴んでいただければと思います。はい、ということで、ひな型だけでは若干足りませんねというお話になっていくんだということです。まずここまでで、話の方向性よろしいでしょうか。はい、そうしましたらテキストは進んで次に3ページになりますかね。はい、今度は第2章ということで、権利変動と登記の類型という話をしていきます。ここから先、どういったことを皆さんに確認していただこうとしているかというと、今、話に出ましたひな型ということで、ひな型もね、何百種類もあるわけで、それをすべて丸暗記で覚えていかなければいけないのかというと、実際はそんなことはないですよというお話をさせていただきたいということになります。つまり、ちょっと画面映しますけれども、結局のところ、少し抽象化してお話をするならば、この権利が発生したのか、権利に変動が生じたのか、権利がなくなったのか、それか何かで間違ってるのか、そしてその間違っているとしても、例えばそれが同一性があるのかないのかであったり、権利が発生したとしても所有権なのか所有権以外なのか、権利が何かの形で変わったとしても、それが主体の変更なのか主体以外の変更なのか、権利がなくなったとしてもそれが一部消滅なのか全部なくなったのか、なんていうことを判断すると、ある程度のここに9つの類型を並べてありますけれども、9つのパターンに、つまり左から順番にこう何がどうなったのかというのを選んで進んで、フローチャートのように進んでいくと、ある程度9つのパターンのどれかの型に当てはまります。そしてこの形をさらにその権利ごとに具体的に肉付けしたものが、いわゆる皆さんが見ていただいているひな型だというふうに捉えていただければ結構です。つまりこの9つの型というのをざっくり大雑把に把握しておけば、あとはそれに具体的な権利を当てはめていくだけで、ある程度ひな型は仕上がってしまう。つまりひな型も本当は丸暗記しか方法がないのではなくって、ある程度の方向性、どういう形、どういう類型、ですから登記の類型というふうに言葉書いておきましたけれども、どの類型、この9つのパターンのどれに当てはまるのかということを判断していただければ、大体形は似てくるので、あとはその形に沿って具体的な文言を押さえていけばいいんだということで、まずこのどこかのパターンに当てはまっていきますよ。つまり次詰めていくと、ひな型何百種類ってあるけれども、この9パターンのうちのどれなんだ、9パターンのうちのどれだから原則的にはこんな方向で考えるんだなっていうのが見えてくると、形が見えてくると、ひな型自身覚えるのが少し楽になるかなと思います。なのでまずはその
先ほども申し上げました通り、雛形も並行して正しいものを覚えていかなければいけないんだけれども、まあ、丸暗記ではなくて少しこう方向性をこの整理してあげることで、方向性がね、この結局9つしかないんだよ、その中のどれかなんだよっていうふうに皆さんが考えられれば、まあ、覚えるのが楽だろうということで、ちょっとこういう分類をして、このあとじゃあ一つ一つ保存っていう登記類型はどういう形で組み上がるのか、設定という登記類型はどういう形で組み、まあ、構成されていくのかというのを一つずつ確認をしていきたいと思います。失礼。はい。ということで、では次のページいきますね。登記類型の各論、まあ、今見ていただいていたのが総論的なお話だとするならば、その次のページ各論ということで一つ一つ形を確認していきたいと思います。まあ、それでは今画面映しましたけれども、まず保存というところから確認をしていきたいと思います。はい、まず保存という類型は、どういった時に使うのかということですけれども、まあなんかよくわかんなくなったら、この3ページですね、3ページのこの大きく分類した図に戻っていただきたい。今は保存から確認しますから、権利が発生しました、どの権利が発生しましたか、所有権が発生したケースで使う形だというのをまず位置づけを確認します。はい、具体的には4ページですけれども、縦位置保存、所有権が新たに発生した場合にこの保存っていう類型を使うんですよと。そして、まあ、申請構造は単純な単独申請である、まあ、つまり二当事者が出てくるのではなくて、まあ、その所有権を新たに、まあ、取得、所有権が新たに発生したその時の所有権者が単独で申請をすることになりますよということですよね。でなお次に掲げるもの以外のものは所有権保存登記を申請することができないというふうに書いてあります。ちょっと画面にも映しておきますけれども、はい、ということで 4パターン4つの類型が出ています。こちら後々、必要な知識になりますので、ちょっと話を先取りして、お伝えをしておきますと、まあ、例えば表題部所有者、まあ、表題部所有者って誰っていう話は、この講義の後半で確認していきますけれども、表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人になるか、あるいは所有権を有することが確定判決で確認されたものを指すか、あるいは収容によって所有権を取得したか、ね、この上3つのパターンが原則で、あとは区分建物だったら表題部所有者から直接所有権を取得したもの、要するにこの4つの類型に当てはまる人しか保存という形では登記の申請ができないということになります。まあ、その形としては今画面上映ってますように、所有者が単独で申請していく、その時につけなければいけない情報として大くくりに捉えるならば証明情報という言い方していますが、じゃあこの証明情報って何ですかというと、自分がこの申請している人が1番から3番のどれかに当てはまりますよということを証明するための情報をつけていくんだと、こういうふうに考えていただければいいかなと思います。まあ、ですのでまず皆さんが、ざっくりとでもいいので頭の中に入れておいていただきたいことは、まずは所有権が新たに発生した時にこの保存というやり方を使うんだと。そして保存という類型を使える人はある程度限定されている、ね、限定されているから申請する時にこの限定されている1番から、まあ、4番と言ってもいいですかね、1番から4番、まあ、この所有権保存登記を申請することができるというふうに決められている人なんですよっていうのを証明情報としてつけていくと。これが原則的な考え方。まあ、例えばね、表題部所有者が所有権保存登記をするんだったら、登記記録を見たら表題部所有者だっていうことは分かるわけですから、結果的に証明情報をつけなくてもいいということにはなっていくんですけれども、じゃあ例えば表題部所有者さんが A
で、まあ、それがなくなって相続人が代わりに保存登記、まあ、こちらに当てはまりますよなんていうこと、74条1項1号後段だというような話であれば、表題部所有者は登記記録表題部にあるけれども、それとは違う人、相続人が今回所有権保存の、ね、類型で登記申請をしてくると、あれ表題部所有者じゃないのになんで申請してきてるの、それは僕は私は相続人だからですっていうのを証明しなければいけないと、このような形で保存というタイプの登記類型は作られているんだと、このようにまず考えてあげるといいかなということになります。まあ、ちなみにということで、このページ下に敷地権付きの区分建物に関する、まあ、登記の類型、まあ、ひな型の、ねモデル化したようなものはあるんですけれど、ちょっとこの敷地権付き区分建物に関してはもう少し他の要素が入ってきますので一旦飛ばします。まあ、すぐ戻ってきますけれども、まず保存ということでは、このこちらの原則的な形をまずイメージしてあげていただければいいかなということになります。じゃあ次ですね、でその次のページ行って、今度は、まあ、類型で言うと権利は発生して所有権っていうのを見ましたから、次はこの所有権以外の権利が発生した場合ということで、ページとしては5ページになろうかと思いますけれども、今度は設定というところね、縦2番設定というところで確認をしていきたいと思います。はい、こちらね今画面の方映しておきましたけれども、今度は所有権以外の権利が発生した場合に使いますということで、まあ例えば、うん、抵当権とかね、抵当権とかを思い出していただければいいかなと思います。ですから申請構造は単純な共同申請、先ほどの保存とは違いますよ、今度は共同申請になるんですということが、挙げられている。つまり権利者と義務者がいて、二当事者の申請で義務者は登記識別情報をつけていくんだと、まあ、これが原則的な形です。あとは、権利の内容を登記しておかなければいけないということで、登記事項を書いていくことになるんだというのが、まあ特徴的なポイントではありますかね。まあ、ですからこの登記事項っていうのが何ということで考えてみると、例えば、まあ、抵当権の設定であれば、まあ、債権額利息損害金であったりね、債務者でしょうし、これが寝抵当権の設定ということだと、極度額債権の範囲債務者なんていう形で、具体的な内容は出てくるわけなんですが、それを大くくりにざっくりと捉えるならば、このテキストに書いてある通りで、所有権以外の権利が新たに発生した場合に使います、権利者義務者二当事者の申請、共同申請になる。そしてポイントとしては、まあ、権利の発生のタイミングも書いていきますけれども、登記事項として具体的なその権利の内容を書いていくことになりますよと、これが設定でした。じゃあその後そのまま次、共同移転というところを見ていきたいと思いますけれども、こちらはどういう位置づけに、当たるものかということで、また3ページのところをざっと見ておきますけれど、はい、今度は共同移転ここですね。逆にたどっていくと、権利が何か変わった、主体が変わった、ここで移転ということ、まあ、共同移転、単独移転と出てくるんですけれども、まあ、権利の主体が変わったんですよ、そのパターンだというふうに考えていただければいいです。じゃあ、権利の主体が変わる、まあ、どういったことをイメージすればいいのかということで、テキスト5ページ、縦3、まあ、共同移転、まあ、その次の単独移転も見てしまいますけれども、まずは、権利の主体である権利者が入れ替わる、主体自体が変わります。そしてそこでポイントは、そのなんで変わったのという原因が、相続や合併以外、例えば売買とかね、例えば贈与とかね、そういうケースの場合に共同移転という形を取ります、ね、こちらは
単純な共同申請、まあ、つまり元の権利者から新たな権利者、ね、この2当事者が出てくる形で動いていく。権利内容自体が変わるわけじゃないので、先ほどの設定と見比べていただくと、まあ、基本的にはですよ、登記事項っていうのが出てこない方向性だというふうに捉えていただければいい。主体が変わるので、主体が前の主体から新たな主体に変わりますよということで、二当事者が関与すればいい方向だ、まあ、これは原因が相続合併以外であるときに使う形なんだということを、まず、改めてね、思い出していただければと思います。まあ、イメージするならば、売買による所有権移転なんていうのをイメージいただくといいのかなと思います。じゃあ、まあそれに比較してということで、共同というのがあるのに対して、次のページ6ページですけれども、今度は単独移転というのも、まあ形としては考えられる。同じように権利の主体である権利者が入れ替わるんだけれども、その原因が相続とか合併だったら、まあ包括承継とかね、一般承継という言い方しますけれども、その場合は単独申請になるんですよと、まあ、例えば相続だったら、イメージしていただくとお分かりになるかと思いますけれども、まあ、二当事者が考えられないわけですよね。まあ、いわゆる前の所有者が死亡しているから相続が発生し、相続による所有権移転登記なんていうのが発生するわけですから、二当事者をちょっと観念しえないというようなイメージで捉えていただくといいかなと思います。ですから単独申請にならざるを得ない。でまあ、この、ね、いわゆる承継人からの登記申請になっていくということなんですけれども、ここのポイントは、先ほどの共同移転であれば、元の例えば所有者と新しい所有者、二当事者が関与してくるので、まあ、ちゃんと元の所有者ですよっていうのを証明するために、こんな登記識別情報っていうのがついてくればいいんですけれども、単独移転の場合には単独申請なので、なんで今回権利が移転するの、相続だったり合併が原因ですというところを明らかにしてあげないといけない。つまり言い方としては、共同移転よりも単独移転の方が、なんで今回、まあ、つまり二当事者が関与できれば、まあ、損する人、権利を失う人、権利を得る人、両方が関与しているんだから、まあ確かだろうというような形で、まあ、状況証拠的なイメージからすると、ちゃんと損する人、得する人、両方出てきているから大丈夫だねというふうに言い得るところ、単独移転の場合は一当事者しか出てこないので、じゃあなんで移転するの、つまり登記の原因は何っていう、この登記原因証明情報をしっかり、その原因がこうこうこうなんです、相続が起きたからなんですっていうのを、しっかり説明していかなければいけないということなので、この単独移転に該当するようなケースでは、登記原因証明情報はこんなのじゃなきゃいけませんというふうに、ある程度厳格に決められていることが多いというふうに捉えていただければよろしいかと思います。まあ、つまり、まあ、ここも最初の考え方のお話なので、少し丁寧めにゆっくりお話をしていますけれども、基本的には登記申請に当事者、ね、このまあ共同移転もそうでした、その前にちょっと見た、所有権以外の権利が発生した設定のケースもそうでしたけれども、原則的には二当事者、権利者義務者、2人の当事者が関与する形を原則として不動産登記法は捉えてます。まあ主に考え方としては、得する人、損する人、両方が関わってるから、まあ話は言ってる通りなんだろうという推測を働かせるためというイメージですね。なので、あとはその来てる人が本人なのかっていうことを確認するために、一番使いやすい情報が登記識別情報。その権利を取得したときに、その権利者に対して発行される情報ですから、これを持っているということは、まあ正し、まあ、
間違ってない、まあ義務者本人でしょうねという確認が取れるということで、まあ、二当事者が関与するケースだとそんなに、添付書面の添付情報の厳格性は求めてこないんですけれども、じゃあ例えばそれが単独移転のケースだと二当事者の関与が認めすることができないので、代わりに登記原因証明情報の方を厳格に、してあげて、あ、ちゃんと移転の原因が発生してるんだねっていうのを確認していくことになります。なんとなくこの単独になる方が書面がちょっと書面だったり添付情報添付書面が少し厳格になるというイメージを持っていただければまあいいかなと思います。ですからちょっとページ戻って4ページいきますけれども、一番最初に確認した保存の類型だって一人しか出てこないからその人が、まあ、表題部所有者であることは見れば分かりますけども、例えば相続その他の一般承継によって所有権を得たのか、で確定判決で確認されたからなのか収容なのかっていうのは、このちゃんと紙で添付情報で説明してくださいねということで、若干やっぱり二当事者が出てくるケースよりも厳格だというふうに捉えていただくと、ここの証明情報で書いている情報の位置づけが、まあ、ストーンと腑に落ちていただけるかなとは思います。じゃああとはちょっと後回しにしますというふうに言っていた敷地権付き区分建物のケースなんですけれども、こちらは類型でいうと今見ていた1番の保存という類型と、あとは共同移転、これの合わせ技、まあ、合いの子というようなイメージを持ってくださいというふうに皆さんも多分どこかでね説明を受けていると思うんです。まあ、後で登記記録を見ながらもう一回この話に戻っていこうとは思いますけれども、まあ、単純に言うと、まあ、マンションの一室をイメージすればよかったんですよね。そうするとマンションの一室、そのお部屋そのものの所有権もあるし、敷地権付き区分建物ですから、この敷地権、まあ、つまりざっくりしたイメージだと部屋それぞれ一部屋一部屋にそこに底地ですよね、マンション一棟が建っているそのもともとの土地の持ち分がそれぞれ何割かの割合で、それぞれ一部屋ずつに持ち分が割り当てられているようなイメージを持てばよかったんですよね。そしてそうするとじゃあその敷地権付き区分建物に対して新たにこう所有者が所有権が発生したケースっていうのは、その部屋そのものの所有権も考えなければいけないし、その敷地権、持ち分、土地の持ち分である敷地権についての権利の移転、主体の変更というのも同時に発生をしているわけです。まあ、つまり、もうちょっと単純な言葉を使えば部屋については保存、まあ、その敷地権については共同移転、この両方が生じているということになりますから、もう見ていただいた原則的な保存の形と、あとはその次のページにある少しちょっと画面ちらつきますが共同移転のこの両方の要素を兼ね合わせてあげることが必要になるんですということで、4ページ下こんな図がね、こんな、形になるんだということです。まあ、ですので上の保存にはなかった登記原因およびその日付なんていうのも書いていく。なぜならこのあたりは共同ね、基本的にはですよ、方向性としては、まあ、その共同移転の方向性も持っているからだとかね。そして登記原因証明情報もだからつけていくことになるし、あとは敷地権の登記名義人、つまり共同移転だったら義務者になりそうな人も登場してきてて、本来だったら義務者が出てきたら登記識別情報をつけて、まあ、義務者であるよ、義務者本人ですよなんていうことを伝えていきたいところ、やっぱりそれは共同移転の形ではなくてあくまで保存の一類型になるので、
そこは、まあ、代替手段として、敷地権の登記名義人がこういう、ね、敷地権付き区分建物の保存というのが起きたので、実質的には、敷地権、ね、土地の持ち分に関しては移転してるよっていうことをちゃんと把握してるんだっていうのを見せるために、ここは、まあ、登記識別情報、共同移転だったら登記識別情報をつけていくような意味合いで、あえて承諾証明情報をつけていくんですよと、このように整理をいただけばいいかと思います。はい、ということで、まずは、まあ、登記の類型のうち、まあ、9つ、全部で9つあると言ったうちの保存、そして設定、まあ、つまり権利が新しく生まれたところを確認して、もう一回3ページ写しておきましょうか。保存、設定を確認して、権利の主体が動いた、所有権移転をイメージいただければいいですけれども、権利の主体が変わったから移転、その中でもその原因によって共同申請になるのか単独申請になるのかが変わるんですと、ここまでをまず見ていただきました。じゃあその後方向性としてはということなんですが、ちょっとこの変更と消滅を一緒にちょっとお話をしますね。まず方向性としては、じゃあ権利の主体が変わるんだったら移転ですよねと。じゃあその権利の主体以外が変わるときに変更というやり方になるんだけれども、まあ、この変更もやっぱり共同でする場合と単独で申請する場合にちょっと分かれていくんだと。まあ、このね、どういった、キーポイントがあってキーワードで、分かれていくことになるのか後ほど確認します。そして、まあ、権利がなくなったということで、基本的にはだから消えていく、抹消という形を取るのが原則なんでしょうけれども、これは権利全部がなくなった場合は、まあ、きれいさっぱりなくなるわけですから抹消という形を取っていただければいいんですけれども、一部がなくなるということもある、一部消滅するようなケースがあって、この場合は権利そのものがなくなるわけじゃないので、形としては変更っていう形を使うんだよということです。まあ、つまり型としては変更っていう形を使うけれども、その内実として、その原因としては主体以外が変わったっていうこともあるし、まあ、一部なくなった、権利が一部なくなったっていうことでも、この変更っていう類型を、まあ、類型を使っていることもある。つまり変更の類型だから絶対全部変更のケースでしか使わないわけじゃないよねということで、この左から右への流れですよね。どういう法律行為なり物件変動が起きると、どの型を使うというふうに決めているのか、まあ、ここのルールはもうね、決まってしまっているものなので、まあ、この流れ自体を抑えもう覚えてしまうしかないところですけれども、まあ、例えば消滅だからって全部抹消になるわけじゃないね、権利が変更だからって全部変更になるわけでもなくて、移転を使う場合もありますよ。移転の場合でもその原因によって共同だったり単独だったりしますよねという話があるんだということです。なのでまず頭の中に入れたいのは、この今画面に映している流れ、フローチャートのようなものをイメージしておいて、左から順番に今回皆さんが見て取った事例を当てはめていくと、まあ、どういったタイプの申請をしなければいけないのかというのにはたどり着けるんだと、ね、一本道ではないと、いろんな要素が重なり合わせているところもありますよということを、まずなんとなくで結構なので押さえていただければと思います。じゃあそれをもとに、じゃあ今から今度は共同変更の中でも共同申請になるパターン、単独申請になるパターン、そして抹消に流れるパターン、このあたりを見ていきたいと思います。そうですね、じゃあついでにちょっとこの構成の方もお話をしておきますけれども、構成つまりこれは後から変わったのか、もともと違ってたのかっていうところで変更との差が出てくるんでしたよね。原始的不一致の是正というふうに、まあ、言葉としては使っておきましたけれども、まあ、つまり、まあ、例えば最初は内容が A という内容でした、ね、でそのまま登記にも A という内容で登記がされてます。それが登記された後B という内容に変わったのであれば、例えばそれが権利の主体以外の変動であれば、変更という類型を使っていくんですけれども、
これがもともと違ってた、つまり登記の内容は A という内容で登記されてるんだけど、いやこれもともと B だったんですと、登記が間違ってるんです、もともと B だったんですよっていう時に、つまり原始的な不一致がある時にそれを直す時に形としては構成という形を取っていくんだと。つまりもともと間違ってたのか、登記した後変わったのか、時系列で考えるとこの登記した内容がも後登記した後で変わったのか、登記する前からもともと違ってたのかっていうところで切り分けて、変更か構成かを切り分けていくことになりますし、あとはその中でこの同一性ですよね。全部だから本来であれば間違ってるものなんだから一旦登記を消して、つまり話としては一旦間違ってるものは抹消して新しいものをまた設定なり何なりすればいいよねっていうのが原則的な考え方なんですけれども、その中でまあ同一性があるなと、まあ軽微な間違いだなと、まあ軽い間違いだなという捉え方でもいいと思いますけれども、同一性があるなっていうんだったらわざわざ杓子定規に消してから設定っていうやり方じゃなくて、まあ、変更に準じてその間違っているところだけ直しちゃえばいいよっていうことで構成というやり方があるんだと、まあ、ここまでねこう変更以降、共同変更、単独変更、抹消、共同構成、単独構成ね、この下の5つのパターンについては、まあ、ちょっと少し入り組んでいるようなところがありますけれども、このような形でまず使い分けがされているんだということをね、まず頭の中にざっくり入れていただきたいと思います。はい、それでは頭の中にざっくり入れていただいた上で、じゃあ具体的なその登記の類型確認してみたいと思いますので、ページとしては6ページです。はい、ということで、まあ、6ページ、まあ、共同変更と構成、ほとんど形が一緒なので、説明としては同じ、モデル図を使わせていただいております。ね、使う局面は違いますよ。使う局面は、先ほど3ページで見ていただいたように、もう一回ちょっと3ページ移しておきましょうか。3ページで見ていただいたように、使う局面としては、変更に流れるパターンと構成に流れるパターン、全然違うルートをたどってくるんですけれども、登記の形、まあ、申請情報、ひな型の形としてはかなり似通っているので、説明する文章としては一つにまとめましたというのが、縦5番共同変更、そしてその次の縦6番単独変更過去構成って書いてる理由です。だから形としては9つあるって言っているのに、単元としては説明としては7つしかないというのは、変更と構成って形は似てるので一つにも説明としてはまとめてるだけですよということを、まずご理解いただければいいかなと思います。じゃあその上でこの共同変更というところから見ていきたいと思いますけれども、じゃあ共同変更と単独変更の、まあ、構成もしかりですが、使い分けってどこですかということなんですが、同じところはここ、権利の主体以外の変更である。次のページも見ながらいくと、権利の主体以外の変更である、ここは一緒なんですが、登記名義人の表示が変わったのか、それ以外の内容が以外の内容が変わったのかで形が変わってくる。まあですから、そうですね、例えば債務者の変更なんていうケースですと、まあ、債務者の変更も、債務者じゃない方がいいかな、まあ、債務者の変更だとすると、まあ、債務者自体が A から B に変わりましたなんていうケースだと、登記名義人の表示が変わったわけじゃないですよね。債務者自体、つまり登記している内容、登記事項自体が変更になっているけれど、その名義人の内容が変わったわけじゃなくて、あくまで登記事項の一部、ね、その権利の情報が一部書き換わったというケースですから、こちらは共同で申請をします。その次、じゃあということで、変わったんだけど、例えば抵当権者、ね、抵当権者の住所が変わったんですよ、抵当権者の氏名が変わったんですよ、登記名義人の表示、氏名または住所なんかが変わった時には、
わざわざ未当事者出してこなくてもいいよねということで単独で申請します。一番イメージしやすいのはいわゆる名変登記だと思います。なので、理論的にというか、筋道を立てて切り分けていくと同じような変更って言っている内容でもいわゆる名変登記になるような登記名義人の表示が変わった時なのかそれ以外の内容が変わった時なのかで少しこう申請の類型は変わってくるんだとこのようにまず理解をしておいていただければと思います。じゃあその中で、具体的なところを読んでいくと共同変更の場合は、ですから登記名義人の表示じゃないものが変わった場合ということになっていきますけれどもあとは、キーワードとしては利害関係人というのをちょっと考えなければいけないんだということでこちらは利害関係人がいるんだったらその承諾は欲しいつまりですから単純なじゃなくて任意的承諾型の共同申請になるんだということこちらも合わせて押さえておいていただきたいわけです、つまりこの任意承諾任意的承諾ですから絶対承諾を得なければいけないわけじゃないで承諾が得られなかったらどうなるのというお話なんですがモデル図のところに書いてある通りで主登記になるか副登記になるかが違うんですねとですからいずれにしろ登記はできるんだよということを知っておく必要があります、任意的承諾型の任意という言葉はどういう意味か承諾取れれば副登記になるけれども承諾がなかったとしても主登記としては登記できるんだよということここがこの任意という言葉の意味ですよね、その下書いてありますけれども承諾の有無によって主登記か副登記かが分かれるそしてもう一個、これも、講義としては、後半の方ね第5回とか第6回ぐらいで説明改めてすることになるとは思いますがこれはあくまで手続き上のものであり登記原因の形成に一切影響を与えない何を言っているかというと承諾できなか承諾がもらえなかったら登記できないんですかというところ、もっと言うと登記原因になる事実関係が成立しないんですかということを言ってるんですけどもそうじゃないよとこの、任意的承諾型の任意というところには、その登記が主登記になるか副登記になるかという切り分けでしかなくってじゃあ登記できなくなっちゃうのかってそういうことはないですよもっと言うと登記原因日付に影響を与えるんですか与えませんということをね、平たく言ってしまえば書いてあるというふうに捉えてくださいじゃあ次見ますねじゃあ今度は6番単独変更ということで、こちらは名変登記住所変更登記氏名変更登記をイメージいただければいいというふうに先ほどお伝えしましたけれども住所なり、氏名が変わった時に、申請するんですよとですから登記またこれも単独申請ですからどういった内容どうして今回、2当事者じゃなくて1人の当事者から、申請してきてるのそれは登記名義人の表示が変わったケースだからですだからそのことをちゃんと登記原因証明情報としてある程度きっちり表していかなければいけないですよなんていうことを、意識していただければいいかと思います。最後抹消、パターンとしては、パターンの説明としては一番最後になりますけれども、抹消どういう時に使うかということでしたが権利が全くなくなっちゃった全部消滅したあるいは、間違っている登記があって同一性がない同一性があれば先ほどの共同の、変更だったり単独の変更構成の形を取りますので同一性がないからこそじゃあもうこれ一回権利消してもう一回やり直ししかないねっていうケースあるいはもうそもそもその権利がなくなっちゃったこういうケースの時に使います。気をつけていただきたいのはこちらも利害関係人の承諾はいるんですけれども今度は必要的承諾型の共同申請です。つまり先ほどのちょっと動きますけれども共同変更の場合は任意的承諾型だったので承諾が得られなかったとしても所詮主登記になるだけだという考え方だったんですけれども権利が抹消される場合にはここいいですか
登記上の利害関係人の承諾がある場合に限り主登記でされる。つまり、登記上の利害関係人の承諾を、必ず得なければいけないんだということ、この辺ちょっとね違いが出てきます。ですので、この任意的、抹消という形になるのか変更で止められるのか、ここにね、一部抹消の実質を有するなんていう言葉が後々出てきますけれども、大きな方向性としては権利がなくなっちゃうのか権利がただ変わるだけなのかというところで、この承諾がつけなくても登記、承諾証明情報をつけなくても登記できるかできないかの結論が変わってくるんだという話です。こちらイメージをしていただければ、そうですね、所有権抹消なんていうのを考えてみましょうか。抵当権がついている所有権の抹消をする場合、その所有権抹消の承諾を抵当権者から得なければいけないんですけれども、じゃあこれなぜかって考えてみると、その抵当権は消える運命にある、今抹消しようとする所有権をベースに、所有権につけられた抵当権ですよね。ということはその所有権がなくなっちゃうと芋づる式に抵当権もなくなっちゃうわけです。ですからもう権利がなくなってしまうんだから、その人の承諾は必ずもらっておかなければいけないですよね。利害関係人は、どういう人が利害関係人に当たるかっていうと、その権利が抹消されちゃう、権利が消滅しちゃうと登記記録上自分の権利もなくなっちゃう人ですから、権利が消えていく運命なので必要的な承諾というふうに取られます、ですから主登記か副登記かなんていう話にはとどまらず、もう権利がなくなってしまう、ですから必要的な承諾なんだということ、ここ2本道が一本道ですもんね。先ほどの共同変更の時には、利害関係人の承諾があれば不起、そうじゃなくても主登記っていう、こう2本のルート、2つのルートがありましたけれども、抹消の場合は一本道しかないですよと言ってます。でもこの承諾でもあくまでも手続き上のものなんだから、登記原因の形成には一切影響を与えない、原因日付になるかならないかっていうところにはね、影響ないよということを言っています。はい、ということで今まで、9つのパターンが大きく分けるとひな型にはありますよということを、もう一回ちょっと3ページのこのイメージ、このイメージが一番大事だと思うので何度も映していますけれども、皆さんが動きをね、権利の動きを判断するときに、結果的にこの一番右側にある20枠で囲ってあるような何かの登記のパターンを使わなければいけないんですけれども、そのパターンの使い方としては、もともとやっぱり事実関係として権利が生まれたのか、あるいは権利が変わったのか、権利がなくなったのか、何か間違ってるのか、でそれが間違ってるとしても同一性があるのかないのかであったり、権利が消えたとしても一部消えたのか全部消えたのか、権利が変わったとしても主体が変わったのか主体以外が変わったのか、権利が生まれたとしても所有権が生まれたのか、あるいは所有権以外が生まれたのか、このような事実関係を、つまりこの画面でいうと左側、皆さんに向かって左側の情報、つまり事実関係を読み取って初めて何の登記を使いますか、何の登記類型を使いますか、右側の最終的な答えとしての登記の類型というところにつながっていきますので、このあたりもね、すでに、冒頭から申し上げているように、事実関係の判断があって初めて事実関係の読み取り、そして事実関係の判断ができて初めて登記がつながっていくんだ、つまり1ページで言ってたこの話だったり、2ページ目で言っていたこの四角で囲われている話が、やっぱり具体的にどの登記になるのっていう、この登記類型を判断する時だってやっぱり同じ話になっていくんですよね、ということをこの冒頭の前半の講義でご理解いただければいいかなと。そしてこの大きい方向性をつかんで、具体的には
それぞれ形があって、まあ、どういう時に使えるよっていうのが一応類型としては決まってるんだということで、このそうですね、4ページ以降、4、5、6、7ページぐらいの内容は、まあ、今のところざーっと押さえていただいておけばいいかなと思いますけれども、むしろやっぱりここのお話ですよね。どの方向性に話が進んでいくのかって、やっぱりこういうちゃんとね判断する筋道があるんですということを、まずは知っておいていただければいいかなと思います。はい、というところで、今お話ししたところまでで切りが非常に良くて、少し1分ほどちょっと前半の時間からは早いんですけれども、まあ、後半その分、1分以上、お話をちゃんとさせていただきますので、ここのあたりでね一旦休憩を入れたいと思います。それでは前半の講義ここまでです。お疲れ様でした。